死ぬやつだ、これ死ぬやつだ。いやいやいや、無理でしょ、無理でしょ。いや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 、無理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 。足をそっコーナーでコーナーでやられる。ああ死んじゃった。足を遅い、なんか主人公も柴田もこう足遅いよね。足をすっげえ遅い者同士追いかけっこしてて、それが面白かった。そんなだこれ、そんな無理でしょ。いやー、柴田はごっこ、面白いですね。見てると面白い。俺、プレイはしてないんだけど、俺、スマホ持ってないからね、プレイはしてないんだけどね、こう動画見てるだけでね、柴田さんの、柴田が、ゲーム、柴田ごっこをやってみたっていうね、パート1から2、3まで、今3見てるんですけど、面白いね。このゲームなんか面白いよ、なんかね、なんかこう、雰囲気が面白いんだよ、なんかこう、キャラの絵とかさ、柴田のこの、キャラの顔とか、すげえなんかこう、リアルでなんかこう気持ち悪くて怖くてね、面白いね。柴田はやっぱすごいわ。こんなゲームとか出しちゃうんだもん、やっぱすごいね柴田は。俺柴田をね、こう目標っていうかね、こう追いかけてるんだけどさ、彼はすごいと思うよ。まあ炎上系ね、人を不快にさせてさ、人に対して喧嘩売って炎上でね、こう再生数稼いでるね YouTuber、人間が面白いんだよね。まあ、前も言ったけどさ、柴田は人間が面白いから、だから柴田と同じネタを他の人がやっても俺は興味ないから、まあ彼は面白いですね。オンリーワンですね。でね、まあちょっとこのゲームの話に戻って、なんかこう最初みんなでこう集まって、なんかこう柴田の部屋でなんかやってるじゃないですか、ゲームの中で。その時になんかそのなんだっけ、オトキングっていう、ヒカキンさんに似てるオトキングっていうキャラがいてさ、全身パーカッションだけかと思って、あれがすげえウケた。面白いんだよ、このゲーム。なんかね、センスあるね、このゲームね。誰が作ったのか分かんないけど、そのね、この柴田ごっこのね、制作者たちはね、センスがいいね。面白いわ、このゲーム。見てるだけでも笑える。まあ、俺ね、スマホ持ってないから今後も多分プレイはしないと思うけど、まあこうみんなのプレイ動画をね、見ていきたいなと思ってます。面白いね。はい、ということでね、ちょっと柴田ごっこを最近見てるカツ丼でした。面白いですね。まあツイッターとかでね、柴田ごっこ楽しいとかいうツイートが、柴田さんがなんかリツイートをいっぱいしてるけど、僕ね、この動画を上げて、僕売名したくはないから、売名目的って思われたくないから、だからね、柴田さんはこの僕のね、この動画を紹介したり、僕のねツイートリツイートとかしないでください、お願いします。僕はね、大物の、力を借りずにね、上にのし上がっていきたいから、僕のことをね、紹介したりは、どうかしないでください。お願いします。ということで、面白いですね。柴田ごっこ。面白いです。はい。ということでした。ぜひチャンネル登録をお願いします。ありがとうございました。あなたのインナーチャイルド、今日も元気？カツ丼でした。